怒る真一郎その日もまた朝からこのかのような雨が降っていたどんよりした春の空は この三四日、降り見降らずみ、重い雨雲をはらんで、一向さっぱりとした青い色を見せてくれないのである。うん、いい雨だ、いい雨だ。谷沢慎一郎は縁側に立ち、両方の握り拳に恐ろしく力を入れる。庭の若緑を煙らせる雨を眺めながら、言葉とは反対に、 じれたしぶづらを思い切り顔に浮かべていたなんていい雨だ気持ちがさばさばする俺は雨が好きだ大好きだ雨は大好きだ何をおっしゃってるのいとこのおぎえが不審そうに立ってきたビ前岡山藩の大横目役 谷沢十兵衛の一人娘である十八歳美しいというより愛くるしいという感じの娘であった雨が大好きだなんて変ねえお兄様先にはあんなにお嫌いだったのにいつからこんなうっとしい雨がお好きになりましたのうん何江戸ではみんなその こんなことを言うんだ。おまじないですのうん、まあ、つまりそんなものだ。谷沢慎一郎は3年前に江戸詰めになったのだが、持ち前の完璧がたたって江戸をしくじり、つい先ごろ国元に帰ったばかりである。雨にたたられてまだ荷物もほどいていない。 女手のない不自由さを見かねて、叔父の谷沢十兵衛が娘のおぎえを手伝いに起こしたのも、昨日の激しい叱責を幾分和らげてやろうという思いやりが含まれているのかもしれない。この老人には、藩内で横髪破りの定評のあるがむしゃらな反面の裏に、案外そんな人情に脆いお人よしな一面が隠されているのである。 それでなければ梱包不きな慎一郎がいくら父亡きあとの親代わりと言ってもただ恐れかしこまってお小言を聞くだけでいるはずはなかった昨日も彼ははいはいといちいち頭を下げるばかりであった今年になってからもこれだ。に,がにがしげには、 長男の知左衛門がよこした江戸からの書簡を取り上げると「正月に沼江一郎次村田仁右衛門古崎多左衛門2月に入ってからも林忠兵衛戸崎分野進とやっているどうしてそう喧嘩がしたいのだこの調子では今に岡山藩の家中はみんなお前の喧嘩相手になってしまういかん。 これではいかんぞ、新一郎。はい。お前の親父も感赦持ちだったが、悪いところが似たものだ。藩内では、おじ上の感赦も有名で、と言いたかったが、新一郎はまた、はい、と言った。何がそう尺に触るのか、今日は一つわしに説明してみろ。はい。 はいでははわからん、はい、い,いえ何しろ江戸はだめなのです叔父上人間の気風も悪いしそれに天気も悪いし天気が悪い天気が悪くたってしようがないじゃないかそんな風だから何事もうまくゆかないのだ第一お前は我慢というものを知らぬ 人間は何より我慢が大切だ。例えば今も春だというのにじとじとと雨が降っているだろう。お前これをどう思う新一郎は庭の方にちらと目をやって「うっとうしいです。むしゃくしゃしてきます。それその気持ちが勘の起こる種だ。 十兵衛はしたり顔に言う「うっとうしいと思うからむしゃくしゃしてくる」「ああいい雨だ」こう見ていると腹の底までさっぱりする「百姓はさぞ喜んでいるだろうと考えてみろ」「物事は気の持ちようでそう思えばうっとうしさなどすっ飛んでしまう」「そうでしょうか また不愉快なことが起こったらこう思え。いい気持ちだ。何も不平はないじゃないか。ああ、サバサバした気持ちだ。こう三遍言ってみろ。そうすれば自然と心が明るくなる。他人に対してもそうだ。あいつは嫌な奴だと思うからいかん。あの男にも良いところはある。 誰が何と言っても俺はあの男が好きだ。なかなか好人物じゃないかと考えるがいい。つまりそれが官人であり我慢というものだ。その時十兵衛はそんなふうに小言を言ったのである。だがいくらサバサバすると口では言ってみても頭の芯が重くなるような鬱陶しさは拭いきれない。 それよりもあまりおぎえに追求されておじに小言を食ったことまで露見しては具合が悪いので新一郎は急いで話題を変えたおじ上は昨日流人船の罪人たちが逃げたというので急いで役所に出て行かれたがどうなったかなまだ捕まらないらしいのです父はお役所へ詰めたきり戻りませんの 小言の途中でそんな知らせが役所から来たので、新一郎は助かったのである。出なければまだじっくりと痛めつけられるところだった。うん、こんな雨だと言うに面倒なことだ。くさくさする。と十兵衛はその時言いかけたが、慌てて空ぜきをしてごまかし、もしこれから喧嘩をするようなことがあったら、 利費を問わず感動する。よく心得ておけ。役所から使いが来たから今日はこれで。また前で。そう言い捨てて出かけて行ったのだ。まだ帰られないのか。だがもうこんなところにうろうろしているわけはないさ。慎一郎はニヤニヤして、捕まれば命のない罪人が、 それでなくても危険な城下町などにいつまでいるものか。それより早く他領へ手配をするがいい。おじ上も案外手ぬるいことだ。そんなお話はもうたくさん。おぎえは甘えるようにいとこを見上げた。ねえ、お兄様。それより私、ご相談したいことがありますの。 嫌に改まってなんだい本気で聞いてくださらなければ嫌ですわ。言ってごらん。おぎえはまたちらといとこを見上げたが、今度の瞳は見違えるほど艶やかな光を持っていた。乙女の瞳がそういう光を帯びてくる話題は一つしかない。新一郎は武骨者であるが、 その視線を見逃すほど鈍くはなかった。ははあ、そうか。何ですの嫌なお兄様。おぎえは自分でも恥ずかしいほど赤くなるのを感じたのか、両手で頬を押さえた。縁談だな、そうだろう。ええ。誰だ相手は。 まさかこの新一郎ではあるまいな。私、もうお話しいたしませんわ。そんなことをおっしゃるなら、本当にご相談したいと思っているんですのに、ひどいお兄様。よし、それなら今度こそ本気に聞こう。本当に真面目に聞いてくださる心配なんだね、その縁談のことが。 どう言ったらいいのでしょうか。おぎえはたすきをそっと外した。二の腕の歯舞台のような肌を、もみうらが舐めるように滑って落ちるのを見て、慎一郎のたくましい胸がかすかに震えた。向こうの方は、お兄様もご存じの、うり幸之こんのすけ様ですの。うりそれは意外だな。 去年の秋に大阪から岡山へお帰りでそれから間もなく父のすぐ下に勤められるようになり折々うちにもお見えなさいますの助裁のないよくお気のつくいい方ですし父が大層なお気に入りですから私にも文句はないはずなんですのになのにどうしたというんだ何ですか私 おぎえの声はここへ来てひどく迷わしげになった。とことなくあの方が好きになれませんの。はじめはそうでもなかったのですけれど、見たび五たびとお会いするうちに、だんだんそんな気持ちがし始めたんです。ではどこが嫌かと言われると、別段これと言って取り立てて嫌なところはないのですが、 そんなのは性が合わないとでも言うのでしょうかしら。この頃ではなんだかお顔を見るのも気味が悪いように思いますわ。それはなあ、お家。嫁入り前の娘たちが誰でも一度は考えることじゃないのか相手が嫌いなのではなくて、嫁に行く、人の妻になるということが不安になり、 まだまだ娘でいたいという隠れた気持ちがそう思わせるのじゃないか新一郎お兄様はそう思いになって瓜生紺之助は頭のいいやつだあの若さで大横目の筆頭心得になるくらいだから将来の出世のほども思われるそれに男ぶりもなかなかいいじゃないか それじゃあお兄様は私が言った方がいいとおっしゃるのですね。演ずるようにおぎえが言った。真剣な瞳で睨むようにじっとこちらを見つめている。もっと落ち着いてよく思案してごらん。嫁入り前には気持ちも動揺するものだ。一つのことを思い詰めると他が見えなくなる。 とにかく言いかけて真一郎は庭の方へ振り向いた突然と人の走り回るけたたましい足音が起こり柿の破れる音に続いて何かののしり騒ぐ切迫した叫びが聞こえてきたのだ何でしょうお兄様おぎえはそっといとこの方へ身を寄せた 叫び声が近づいてきた。船破りだ。ニ人どもが逃げ込んだぞ。ご油断はあるな。走り回りながら付近の屋敷へ知らせる声であった。あっと言っておぎえが新一郎の腕へすがりついた。横庭から不意に下僕の勘助が現れたからである。 旦那様ニ人のやつらがこちらへ逃げ込んできたと申します何か見当違いだろうい,いえ畑山様の滝木小屋に隠れていたのだそうで刀を振り回しながらこちらへ逃げ込んだということでございますでは裏木戸を開けておけ開けるのでございますかうまく行けば逃げ込んでくるだろう お前たちは部屋へ入ってじっとしておればよい。勘助は雨の中を飛んでいった。お兄様、おぎえは恐ろしそうに。逃げ込んできましたらどうなさいますのそんなことはいいから片付け物の方を頼む。早くしないと夜になるぞ。おぎえがたすきを取って部屋に入ると。 慎一郎は体験を携えてどっかりと宴先へ座った。よく振り上がる。舌打ちをしたがすぐに。だが百姓は喜んでいるだろう。いいふりだ。いい雨だ。俺は雨が大好きだ。雨は大好きだ。ブツブツと口の中でつぶやいた。 大横目の役所はごったた。返していたここ数年このような大きな事件はなかったので興奮したように出入りする係の役人たちばかりか城下町全体が異様に殺気立っているようだった横目の出役のほかに足軽が200名余りも動員されているまちまち村々でも 警戒の人数を要所要所に出して往来を見張った。会場には船手が出動していた。事件というのは次のようなことであった。安永6年4月2日、大阪武行所のルニンブが上下から一里南、西大川の河口に停泊した。これには十数名の重罪人が収容されていた。 いずれも犯した財下により、沖ノ島へ流される途中の者たちであった。半日の帰港の予定が、沖が荒れたために一日出港を延期したその未明、彼らの中でも最も凶悪だと見なされていた五名の囚人が船老を破って逃亡したのである。この事件には、誠に奇妙に思われる一つの謎が、 最初からつきまとっていた。備前寮で船破りをしたのならば、そのまま少し行って備前寮に逃げ込むべきであった。そうすれば、わずか三里か五里のところで捜査の手はよほど暇取どるはずである。藩から藩に連絡して手配ができるまでに十分脱走兵たちは逃亡する余裕があるはずであった。 ところが彼らはただ毎一文字に浜辺にこぎ寄せてそのまま備前領に上陸しているしかも城下の方へ入り込んだというのだから何とも下せないことであった厄介なことだ手配の証に当たった十兵衛は舌打ちして罪人どもが御領内へ逃げ込んだというのは 確かな証拠でもあるのか。そう見せかけて備前寮へ逃げたのではないか。彼らが乗って逃げました小舟が七日市の三又岸に捨ててございましたし、つい先刻、内田村の農夫、八右衛門と申す者が、今朝まだ暗いうちに、極意姿の御名連れが城下の方へ走っていくのを見たと訴え出ております。城下へ。 なんでまた上海なんぞ。十兵衛はますます不機嫌だった。奉行へは達してあるな。はい、街道口も手配をいたしました。町回りの人数倍増しだ。と言って十兵衛は立ちかけたが、ああ、作字型へ使いを頼もう。すぐに仮牢を作っておかなければならぬ。 どう捕らえても大阪から受け取りに来るまでには日数がかかるその間当藩の牢へ入れておくというわけにもいかんじゃないか福島の船番所の近くへでも建てることにしよう急ぐぞどんなに遅くとも日暮れ前には出来上がるようにするんだわしはちょっと出てくるからな十兵衛はせかせかと出て行った 日が暮れてから間もなく三馬坂口から瓜生紺之助が馬を飛ばしてやってきた紺之助はまだ26歳であるが大阪蔵屋敷で抜群の腕を認められ去年国詰めになるとすぐ大横目の心得筆頭に任ぜられた女のような滑らかな肌と薄い赤い唇が印象的であった 切れ長の目をしていたが時にはそれは異常な激しさを表した今も馬を降りるなり駆け寄った足軽の一人を突き飛ばすようにして「船破り一名を召し取りました」と奥にまで聞こえる大声で怒鳴った「やったか!」うちへも帰らず役所で弁当を使っていた十兵衛は こんのつけの急方に箸を投げ出して現れたどこで捕らえた美増坂堂の高津へかかるところでした今運んで回りますが仲間割れをしたらしく後ろから毛さがけに切られておりましたまだ息はありましたがどうやら一人でび中に逃げようとしてやられたようです息のあるうちに同類の行方を聞かねばならぬが 十兵衛はれわしげに眉をひそめていったそれは白状させました権之助は当然というように微笑してほかの4名は城下へ向かったと申しておりました何のために城下へ入るのかそれまでは城下へという一言で陥りましたので死んだのか 十兵衛はいまいましげにうめいた人騒がせなやつらだ山伝いに備中に行けばよいに訳が分からぬともかく近辺にいるとあれば手配を厳重にしてできるだけ早く引っ捕らえろしかし騒ぎはその後二日たっても三日たっても収まらなかった厳重な手配にもかかわらず 5日の夜には西川町の備前屋刈門という大きな米問屋へ押し入って金酢20両余りと米味噌などを盗んだものがあったそれが4人組の流人たちの仕業であるかそれとも騒ぎにつけ込んだ他の者がやった仕事か備前屋の者がひどく狼狽して見極めていなかったためにどちらともわからなかったが 城下町の恐怖はそのため一層ひどくなってきた。こうした周囲の緊張と恐怖の中で谷沢慎一郎だけは特別であった。というのは彼にとってはそれよりも大きな心配事が心を締めているのでそうした騒ぎは全て上滑りして妙に気持ちの中に爪痕を残さないのである。 ポカポカと暖かくなった陽気に悪くなった食い物にでも当たったのかな初めは本当にそう思ったほど肉体的な痛みでさえあったが間もなくその原因はおぼろげながら形を持って彼自身にもはっきりとつかめるようになってきた不思議な自覚である今日までかつて一度もそんな感じはなかったのに 今しがた嫁に行くと聞いてから、自分にとっていとこの存在がどんなに大切なものであったかということに気づいたのである。新一郎は老狽した。嘘も隠しもなく、本当にまだそんな感じでいとこを見たことはない。歳も六つ違いで、まだ彼女が自分のことをおぎえと言えず、したったらずに、うた、うた、 と言っていた頃からほとんど朝夕一緒に育ってきたいとこというよりは実の妹のような気持ちで可愛がってきたのであるそれが今人の嫁になるという事実にぶつかって初めて今日まで自分の胸の中に育っていた愛情がいつか抜き差しならぬものに変わっていたことを知ったのだ新一郎はもう以前のように 誕生におぎえの顔を見ることはできないような気がした。せわしく、あるじは家を空けているに違いない本家の矢沢家を見舞わなければならぬと知って、なおあれから一度も顔を出さないのもそうした理由からだった。それにしても、私、あの方が好きになれませんの、といったおぎえの言葉は大きな誘惑である。 之助が好きになれないと訴える言葉の陰に何か告白しようとするものがあったのではないかそう思うと真一郎の心はぐらつき始めた「もしやおぎえも」という気持ちさえ起こってくる「いかん」なんというバカな真一郎は我に返って吐き出すように言った もう話もおよそ決まっているに違いない。今になって何だ。そんな未練がましいことを考えるなんてうろたえすぎるぞ。しっかりしろ。しっかりしろと何度もつぶやくのだった。生まれて初めての感情だけに始末が悪かった。何か痛烈な刺激にでもあって、 そうしたくだらぬ大能をきれいさっぱり忘れられたら。何か痛烈な刺激にでもあって、そうしたくだらぬ大能をきれいさっぱり忘れられたら。と夜など屋敷の付近の暗がりを体験を腰にぶらついたりした。船老破りのニ人たちにこちらから求めてぶつかりたい気持ちであった。 そうしたある日、帰国してから初めて途上した新一郎が夜になって下城してくると、片側屋敷の貸しでふと怪しい人影を認めた。侍屋敷の長い随時の外れに、ぴったりと身を寄せているのが新一郎の姿を見ると、いたちのように暗がりに消えたのである。勘介。 気づかぬふうにごけん行ってから、慎一郎は、ちょうちんを持って友をしていた下僕にそっと言った。お前、一足先に行け。怪しいやつがいるから見届けてくる。向こうの橋のたもとで気づかれぬように待っていろ。慎一郎は履物を脱ぎ捨てた。くせ者の潜んでいた工事を、 逆の方から忍び足に近寄っていくとさっきと同じ場所に同じような格好でじっと身をかがめている姿が見えた何かをうかがっているらしい新一郎が間二軒ほどに近寄って呼吸を測る刹那相手はふっと振り返って「あ叫びながら棒立ちになった 動くな新一郎は大声に、動くと切るぞ言いつつ詰め寄った。気合のこもった態度に圧倒されたか、相手は一瞬そこへ立ちすくんだが、新一郎の手が伸びようとするとたん、わっというようなわめきとともに、いきなり抜き打ちに切りつけてきた。しかしそれは、 棒も何もない無茶なもので、新一郎がわずかに体をかわすと、そのまま雨水のたまった道の上へ激しく転倒した。己、手向かいするか。畜生。やめろ。神妙にせぬと本当に切るぞ。相手は肩で息をしながら、抜き身を構えて起き上がると。 九祖の釉で再び突っかけてきた。えい新一郎は引っ張しながら、たたらを踏むくせ者のせい、パッと拳を当てた。あ,あ弾みを送って道へのめり伏す。踏み込んだ慎一郎は、利き腕を逆にねじ上げた。するとくせ者は狂気のように。助け、助けてください。 喉も叫けんばかりの悲鳴であった。お手迎えはいたしません。妻の仇が打ちたいのです。仇さえ打てば名乗って出ます。どうかそれまでお見逃しください。お慈悲でございます。お慈悲でございます。意外な言葉だった。妻の仇、それはまことか。お互いなら。 何もかもお話申し上げます。その代わりどうかどうか見逃してやってくださいまし。妻の仇さえ打てばこの世に望みのない体です。必ず名乗って出ますから。立て。った。仇討ちという言葉は聞き捨てならぬ。しかし偽って逃げでもしたら切るぞ。 はい。もう決して逃げはいたしませんこの暗がりではどうにもならぬ拙者の家まで回るがよい死祭を聞くまでは決して無慈悲なことはしないから安心しろあありがとうございます男は泣いている様子だった新一郎は男を導いて元の場所へ戻り 履物を拾っって鶴見橋のたまで行った待ちかねていた勘介は近寄ってきた主人が泥まみれになった極意の男を連れているので「あど旦那様!」と思わず驚きの声を上げた新一郎も提灯の明かりで初めて男が船破りの一人であるのを知った「騒ぐな勘介」 へえ、お前のかっぱを脱いで貸してやれ。勘助は、わけがわからぬという顔でカッパを脱ぎ、いのままに男の背にかけてやった。家の裏手から入り、濡れたものを着替えさせて、今の証しを間に向き合って座ったのは、それから半時ほど後のことだった。男はまだ二十八であろう。 栄養の悪い痩せた体つきで見ごなしや目の動きにも長い修国生活を経てきたものの落ち着かぬ色が焼きついていたが頬から口元へかけてどことなく育ちの良い面影がうかがわれた「お前は船破りのニ人だな」はい名は伝七と申します。 妻のあだを打つと言ったが相手はこの城下のものなのかおっしゃる通りでございます拙者は谷沢新一郎というものだ次第によってはあだ打ちの買い添いもしてやる詳しくその訳を話してみろありがとう存じます伝七という若者はきちんと膝へ手を重ねて それでは、お聞き苦しゅうはございましょうが、お情けに甘えて申し上げます。ただいまも申し上げました通り、私の名は伝七、家は高知屋と申しまして、大阪天満筋に数代伝わる米問屋でございました。と話し出した。それによると、 高知屋は天満寺でも一流の米問屋として、明和末年までは指折りの豪商で、諸藩の蔵屋敷にも多くの得意を持っていたが、伝七の父、伝左衛門が相場で失敗を続け、安永三年の夏に急死すると、にわかに花運が傾き出した。この傾きかかった家を継いだ伝七は、 どうかして昔の高知屋に立て直そうと思い、そのためにはあらゆる無理を犯して働き出したのである。これには同じ天馬筋の問屋から嫁に来た妻の夏も身を粉にしても夫を助けてもはや良い顔をしない実家の人々を見返してやろうと誓い合ったという。ところがその時、岡山藩の蔵屋敷から 当家の買いい仕切りを一手に任せてもよいという話が持ち込まれてきたその当時岡山藩が大阪・倉屋敷へ回した米は一年およそ五六万票に上り香が薩摩に次ぐ大出回りを持っていたのであるこれだけの買い米を一手に仕切ることができれば高知屋の花運を盛り返すことも難事ではない。 しかし、このうまい話には二つの障害があった。その話を持ち込んできた倉屋敷留守役が、読めいる前は天馬小町と歌われたほどの美貌であった妻の夏に目をつけたのである。花雲の挽回に興奮していた伝七は、この素晴らしい餌を前にして理性を失っていた。 どれほど悔やんでも悔やみ足りないのは妻の嘆きを見て見ぬふりをしていたことですところがかいまんしきりの話は一向に運ばずその上上役に道を通すのだからといって30両50両と金の無心ばかり続きましてついには身動きのできぬようなことになってしまったのです これはいけないと気がついたときは、もう手遅れでございました。何もかもしわく違い、忘れてくれという一本の書簡が届きましたときには、妻の夏はその男の子供を宿しておりました。伝七の拳は膝の上でわなわなと震えた。もし本当に人の目から血の涙が出るとしたら、 今、電七の方に溢れる涙は鮮血に染まっていたに違いない。みんな初めから企んだ仕事でした。そのお侍は、私から巻き上げた金で出世の道を開けたのです。私たちは、あほうのようにだまされたのでございます。妻は、妻の夏は、 捨てられた身重の体を恥じて首をくくって死にました。うーん。私はその晩、夢中で池田様の蔵屋敷へ押し込みました。人たちでも恨んでやろうと思ったのです。けれど町人の悲しさ、たあいもなく手ごめにされて奉行所へ引かれ、そのまま一年のろう者暮らしをした上、 今度、沖ノ島へ流罪と決まったのでございます。その相手は誰だ何という奴だたまりかねて膝を乗り出した新一郎は、伝七の返事を聞いて、あっと声を上げた。瓜生ノ之助と言いました。瓜生、瓜生ノ之助。ご存知でございますか 新一郎の顔色は変わっていた。伝七の話は、熱鉄のように新一郎の配布を指したのだ。このような複雑な事情のもとには、町人と武士との差があらゆる条件を蹂躙する。どんなに非人情であっても、紺之助のしたことが確然と罪を構成しない限り、伝七の理屈は通らないのだ。 さればこそ、島送りの途中、この岡山へ船がかりしたのを命の土壇場に、脱走してあだを打とうとしたのだ。おそらく七将を円王にとしたことだろう。慎一郎はしかし、相手が近之助であると聞いた刹那、燃え上がっていた義憤が一時に冷え上がるのを感じた。 いとこの婿に決まったと聞いたばかりである。これが他のものだとしたら、首に縄をかけても伝七の前へ引きずり出したであろう。だが、紺之助ではそれができない。新一郎は、自分がおきえに愛情を持っていることを自覚してしまった。紺之助を除いて、おぎえを自分の妻にしようという避けがたい考えが、 胸のそれだからこそできないのである。伝七に力を貸すことは自分の欲望を遂げる手段になるではないか。他のものはどうしたのだはい。祝い村に丸山とかいう丘がございますが、その丘の影の小屋に隠れております。 今の話はみんな知っているのか。みんな無頼感ばかりでございますが私の心情に泣いてくれまして船破りの手助けをした上一緒に紺之助を狙っていてくれるのでございます。手前勝手に逃げ出そうとした一人は秘密が露見するというので私が知らぬ間に仲間の者に斬り殺されてしまいました。 存じておるだがまことに気の毒な話だ本来なれば付け立ちもすべきだが残念ながらできない事情があるはい今着替えの衣服を持たせるから姿を変えてゆくがいい一心岩を徹す人間と人間だ死ぬ覚悟ならきっとやれるはい 神明の加護を祈っているぞ。そう言い捨てて、新一郎は顔を背けたまま部屋を出て行った。その翌々日の朝のことである。久しぶりに雨が止んで、雲の切れ目から時々青空がのぞくのを、食事の後の伸びやかな気持ちで縁の柱にもたれながら、ぼんやり眺めていた新一郎は、 旦那,旦那様とうとうやりましたぞとわめくような声に振り返った勘介が汗をふきながら庭先へ入ってくる何をやったんだ中山の辻で船破りの2人目が一人斬られたのでございますけさ明け方のことだったそうで肩から胸へこう 介お前見たのかい,いえ話に聞いたばかりでございますが言いかけて下僕はハッとその口をつぐんでしまった主人の顔色で前々日の世のことを思い出したのである切ったのは誰だ聞かなかったか瓜生様だといううわさでございます やっぱりそうか切られたのは伝七に違いない落ち着かなくてはいけない俺は感ん持ちだからな落ち着くんだ新一郎は膨れ上がる憤怒を抑えながら手早く身支度をしてすぐ戻ると言い残したまま家を出かけた役所へ行ったが夕べ鉄晶の出役で家へ帰っていると聞き 切られた流人が伝七であることを確かめてから、その足で西川町の瓜ウ生ウの屋敷を訪れた。紺之助は今寝ていたところだと言って渋い目をして客間に出てきた。邪魔をしてすまなかった。いや、聞こうとは久方ぶりだ。帰国したことは谷沢楼から聞いていたが。 知っての通り、つまらぬ騒ぎで尋ねる暇もない。それはお互いのことだ。新一郎は、勤めて静かに、騒ぎというので思い出したが、きこう、うべはお手柄だったそうだな。手柄どころか、お叱りをこむった。ルニ人どもは、前にも一人死なせているので、必ず生け取りにしろと、 谷沢郎から厳しい申し付けだったのだが、つい抜いたのが弾みに切ってしまった。しかしその方が、気候には好都合だったのではないか。我慢しきれなくなって新一郎は鋭く言った。好都合だって拙者はそう思うがな。紺之助の鍛麗な顔が、 疑わしげな色を帯びてきた新一郎はその隙を逃さず実はなあウリウ拙者のもとへ気候に合わせてくれと尋ねてきているものがあるんだが会ってやってくれぬかどんなものなのだ女だ子供を抱いている大阪のものでお夏というそうだ 創発が逆立つとはこのことであろう。紺之助の顔から一時に血が引き、頬から額へかけて皮膚が目に見えるほど引きずった。どうだ会ってやらぬか知らぬ。さような女は知らぬ。聞こうは。わ。紺之助、新一郎は拳を握った。 気候、どうしてそんなに震えるんだ。お夏という女が会いたいと言うだけじゃないか。知らぬなら知らんでいい。何かの間違いだろうから、会えば済むことだ。向こうでは抱いている子を気候の種だと言っている。捨ててはおけないぞ。いや、会う必要はない。今之助の声は乱れていた。な、何と言っても、 そんな素性も知れぬ女なのに会う必要はない。素性は知っているよ。新一郎の目はキラリと光った。昨夜中山辻で気候が切ったろう。大阪生まれの伝七。高知屋伝七の妻だ。谷沢。ちょっと待ってくれ。新一郎は不意に相手を遮り。 空を向いてブツブツとつぶやき出した。俺は今之助を嫌いじゃない。嫌いじゃない。ちっとも嫌いじゃない。こいつにも良いところはある。なかなかいいやつだ。俺はちっとも尺に触ってなんぞいない。胸はサバサバしてる。こういう話も時には面白い。すこぶる面白いくらいのものだ。殴りたいとなんぞは思わない。 とも殴りたくはない。語尾はブルブルと震えてきた。どうやら十兵衛の教えたまじないも効かなくなるらしい。拙者は帰る。新一郎は突然と立ち上がった。邪魔をしたな、紺之助。だが一言だけ断っておく。小木へとの縁談はこの新一郎が不承知だ。理由は言わ方がいいだろう。 貴様にもし少しでも武士の血があるなら死ぬ時期と場所だけは謝るなよ。谷沢、その女は本当の貴公の家にいるのか紺之助は蛇のように光る目を上げていった。いたらどうする色々いろいろ誤解があるようだ。会ってよく話をしてみたら、 拙者の気持ちもわかると思う。そして切るか、伝七のように。新一郎は叩きつけるように。だがその手数には及ばぬ。会いたかったら仏壇へ子を焚いてやれ。お夏は貴様の子を腹に持ったままくびれて死んだぞ。重ねて言うが死ぬ時期を謝るなよ。そう言って部屋を出た。 新一郎は感触持ちである。これまでそのために何度も喧嘩をした。彼の鼻の虫は彼の意志に反して随時随所に暴れ出す。数々の失敗は多くその感の虫のせいであった。時には本心から怒りを爆発させたこともないではない。 しかし、今日ほど怒ったのは初めてである。彼は、伝七の愚かさを怒り、夏という妻の不甲斐なさを怒り、紺之助の狡猾無残さを怒り、その紺之助に一死も出さずして帰る自分を怒った。今、彼の体の中に溜まっているのは、憤怒だけなのである。いくら紺之助が卑劣感でも、 ここまで悪事が露見したら覚悟するだろう。念ずるのはそれだけだった。だがその心やりは間もなく叩き潰された。夜の十時ごろであったろうか、飲み直した酒がまたしても酔いそびれて、ヤグの中を点々反則していると、旦那様、お,お聞きくださいまし。 と関助のただ、なならぬ声がした。なんだ、起きているぞ。谷沢様からお使いで、お嬢様がこっちへ見えなかったか、行き先をご存じなさらぬかという。半分も聞かず、新一郎は飛び起きていた。着替えもそこそこに玄関へ出ると、谷沢の若い歌詞が外へ馬を置いて待っていた。どうしたのだ あご無礼をつかまつります。実は、日の暮れ方に、大横目役所から使いがありまして、旦那様がお召しだと申し、お嬢様を案内していったままお戻りがございません。使いに来たのは、確かに役所の者のだったか。私も見知りの今井平太郎と申す者なのですが、あまり帰りが遅いので、 役所へお迎えに参りましたところ、旦那様はそんな使いを出した覚えはないという仰せ、すぐ使いに来たものを探しましたが、いなかったのだな、そいつ。はい、それで、今井にはすぐ手配をいたし、こうして念のために。遅い馬鹿げているぞ慎一郎は草履を突っかけながら。大横目が 役所へ何の用で娘を呼ぶか、そのくらいのことは三歳の同時でもわかるぞ。しかし旦那様は、あれからずっと役所にお爪切りでございましたし、やかましい無駄口を叩く暇に、貴様はうユの家へ行ってみてこい。いるかいないかしかと見届けて役所へ知らせるんだ。馬は借りる。言葉の半分は門の外であった。 あの野郎。あの悪魔下道野郎。卑劣官、犬侍。認否人の畜生の破恥官め。新一郎は、それが党の相手でもあるかのように、馬へピシピシ鞭を当てながら、大横目役所へ煽りつけた。おじうえ。怒鳴りながら飛び込むと。新一郎か。 おぎえの行方が知れたぞ。と、十兵衛が叫び返した。わかりましたかどこどこですこんのすけめがさらいおったのじゃ。あの、うりゅうの知れ者が。そんなことはわかってます。どこですかおぎえはどこにいるんですかまだそこまではわからんのだ。何をおっしゃる おぎえの行方は分かったのですか分からないのですか今今井平太郎を捕らえたのだ本は外れの三またに倒れているのを見つけたのだそうだ調べてみると紺之助めとともに荻江を連れて備中へ脱走しようとしたがその三またで不意に三人の暴漢に襲われて平太郎はその場へ打ち倒されたが 近之助と娘は、そのまま三人のために、どこかへ連れ去られたという話だ。三人、もしやそれは、船破りの流人たちではありませんか。平太郎もそう申している。確かに三人とも。おじうえ、おぎえは取り戻してきます。新一郎は外下のように叫んだ。 お家は必ず取り戻してきます。その代わりおじうえ、改めて新一郎が妻に申し受けますぞ。何をこの。と言ったときは、もう新一郎はダットのように走り出していた。三人というのは船破りの一味のことだ。彼らは伝七の話に同情し、その仇討ちのために、 力を貸していたと聞いている。伝七が殺されたと知って、彼らは不幸な友の意志を継ぎ、あくまで紺之助を付け狙っていたに違いない。紺之助はその罠の中へ自ら飛び込んでいったのだ。彼らの目的は紺之助にある。しかしだからといって、お家が安全であるとは言えない。 命を投げ出しているならずもの三人。美しい少女を前にして黙っているか。ああ、八万。新一郎は苦痛のうめきをあげた。祝い村まで二十丁足らず、丸山の丘は嫁にも白く、こんもりと森の形を見せている。馬は丘へ駆け上り、森の中へ飛び込んだ。 すると一段あまり行ったところで、ちらちらと明かりの動くのが見えた。まだいる。半分救われた気持ちで馬を降りると、光を目当てに走った。丘が北側へだらだら下りになる。そのくぼみの陰に、一頭の古い小屋が建っていた。元森番でも住んでいたか、 雨つゆにさらされて口かかってはいるが丸太でくみ上げた頑丈な造りである証しの光はその南側の小窓から漏れているものだった真一郎は忍び足に近寄った小窓からのぞくとさかやきもひげもぼうぼうと伸びた男が3人土間にあぐらをかいて ろうそくのあかりをかこみながられいしをあおっている。そのすぐうしろに、こんのすけとおぎえとがてあしをしばられ、さるぐつわをかまされたままかべぎわへみをもたせていた。しんいちろうはしずかにとぐちへまわった。そしておしどをばっとあけながら、いやあ、みんなそろっているな。 平然と声をかけつつ一歩入った。不意をつかれて三人があっと立とうとする。触るなと新一郎は絶叫した。真髄に徹する気合である。立とうとしたまま三人は思わず居すくんだ。その隙を寸分も逃さず。お前たちに用はない。伝七から聞きはしなかったか。 拙者は谷沢慎一郎だ。ああ、あの。船破りの罪は重いが、岡崎藩の知ったことではない。拙者は伝七から死祭を聞いた。不幸な友達のために命を張って力を貸したお前たちは、そこらの卑劣者に比べると、はるかに立派な人間だ。拙者は自分の眼前で、 お前たちを縛らせたくない。立ち退いてくれ。あなたが谷沢さんなら。と一人が恐る恐る言った。改めてお願いがございます。伝七からお情け深いことはよく聞きました。どうか聞いてやってくださいまし。できることなら叶えてやる。言ってみろ。 しのあだを打たせてくださいまし私どもの手でこの瓜生の野郎を切らせてくださいましこのとおりお願い申します三人は土間へ手をついていた新一郎は無言のままつかつかと奥へ踏み込んだ三人は気を飲まれて身動きすらしなかった願いというのはそれだけか へえ、もう、もう一つございます。別の一人が言った。私どもは、もう、覚悟を決めております。これ以上、逃げ隠れしたところで仕方がございません。伝七のあだを打ちましたら、旦那の手でどうかお縄にしてくださいまし。無礼者、何を申すか。新一郎は、大声に怒鳴った。 拙者は不上役人ではないぞ。その願いは筋違いだ。ならん。第一、お前たちには礼を言わなくてはならんのだ。この娘は拙者の妻になるべきもので、そこの卑劣者に誘拐されたのだ。お前たちはそれを救ってくれたんだぞ。それ、寸死だ。新一郎は、 海中から紙入れを取り出して三人の前へ投げた。三人は呆れて、それでは伝七の頭を打てませんか。拙者が言うのは、お前たちを縛る手は持たぬということだ。ブレナ、二度とそんなことを申しては捨ておかんぞ。それから、こんな小屋は焼き払ってしまうがよい。分かったか分かったらさらばだ。 言い捨てると、新一郎は訴えるような目を猿靴輪の間から出して、全身で彼に呼びかけていたお家の戒めを手早く切り払い、肩を抱くようにしながら小屋を出た。淡いおぼろな春の月が、その時ようやく切れた雲の間から、しっかりと肩を寄せ合って歩き出した二人を照らしていた。